で、こっからゴールドソーサーはどう行くんだ？歩いていくのは難しいよ。距離だけじゃなくて山も川もあるし。だよね、ケット氏。おい、なんか知らねえのか？見て、のろし。誰かがシドを呼んでる？行ってみよう、シドがいるかも。臨時ニュースをお伝えします。臨時ニュースをお伝えします。一部地域で違法に配信された映像について、シンラカンパニーのルーファウス社長が声明を発表いたしました。映像の人物が語った内容に関しては事実無根であり、マコーロ内の映像については捏造であるとのことです。また人物が何者で、ウータイ暫定政府なる組織が実在するのか否かも確認が中とのことです。臨時ニュースをお伝えします。一部地域で違法に配信された映像について、シンラカンパニーねえ、ケット氏、ミブル山のマコーロで何があったか知らないの？マコーロに何者かが忍び込んだので、シンラの軍が急行して交戦状態にってことらしいですわ。そっか、わざとか。どういう意味です？わざと見つかるようにしてわざと負けたんだ。そうじゃなくちゃおかしいもん。だって忍びの末裔だよ。わざと負けるってお前わざと死ぬってことだろ。なことするか？するよ、もう全然するよ。死をも恐れぬ忍耐魂ですな。恐れるよ、怖いよ、悲しいよ、でもやるんだよ。それくらい信羅を憎んでるの。おう、ねえユディさん、ウータイの兵がわざと負けたんやとしたら何のためでしょうね。そりゃ信羅の陰謀と悪行を世界中に知らせるためだよ。どうにかして事件を世界中に知らせて反信羅の仲間に奮起を促す。きっとそう。うん、そうだよ。なるほど、そんな気がしてきましたね。で、ユフィさん、スフール総督はご存知で？そりゃ知ってるけど、会ったことはないの。それどころか顔を知ってる人もほとんどいない。信羅に命を狙われているから用心して身を隠してるんだよね。あ、ダメダメ、今の内緒。みんな裏切るなよ。よう、客待ちか？いや、お前らを待ってたんだ。ちょっくら確認したいことがあったな。あんたの母親はイファルナって名前じゃねえか？そうだったら。その通りなんだろう。俺の思った通りだぜ。いや、のろし上げて正解だったわ。で、どうしてる？元気か？もう、いないの。いや、俺はパイロットになりたくて信頼に潜り込んでよ。でも最初は技術屋のおっさんたちのパシリよ。ビルを運営してメンテナンスで駆けずり回ってた。その時に偶然ちっこい女の子を連れたあの人と出会ってよ。あの時の子、あんただよな。多分。あんたこれくらいで。で、俺はこんなもんか。そっか、もういないか。そっかそっか。そっか。なあ、あんた。エアリス。エアリスよ。俺にできることなんかねえか。力になりたいんだ。突然
な、お前、下心なんてないぜ。今まで通り飛んでくれたら十分。じゃあゴールドソーサーまで乗せてくれよ。力になりたいってんならただでよ。ちゃんと払います。いや、俺のおごりだ。そんじゃ飛び立つ準備ができたら声をかけな。お、行けっか。さあ、乗った乗った。うん、へえ、増えたか。お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは逆らぬ因縁がある。私も行く。ああ、どうすんだ。俺が蹴落としてやろうか。俺たちの邪魔をしたら切る。ほな、どうぞ。全員乗せて飛べそう？波のパイロットじゃ無理だろうな。安心しろ、俺様は特上だからよ。ドーンと着地だ。
見ろこの見事な不時着だ。見事じゃない。よっしゃ、これでいけんだろう。へへへ、旦那まんや。でも、翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィング様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行くか。ホレルの山を抜けてコスタッテルソルの海、そっから先は行くのですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソルお願いします。アイサー、全速前進。ケッタシ、今のうちにキーストーンの話を。はいな。20年ほど前の話なんですが、とある航空付き社員が会社を切腹して、宝庫の館という博物館を建てたんです。記録によると、そこにキーストーンが保管されとったみたいですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの？まあまあ、最後まで聞いてください。その宝庫の館が、そりゃもうとんでもなく古いって、すぐに閉館になってしまって、で、その閉館のぐさぐさに紛れて、キーストーンを地に発地に分けてす。やっぱりないんだ。手がかりがないの？元館長に聞けば、なんか知ってるかもしれません。ディオ、お、やけに詳しいな、兄ちゃん。シャレット、そこそこ館長からの降格で大勢であったディオさんが、ゴールドセンサーを企画して延長まで上り詰める復活劇。これは死んだドリームの一つですわ。おい、シド、あんたも死んだの関係者だ。今でもそうだね。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反信者の旗を掲げているんだ。それを言うなら俺は反権力よ。誰だろうと上から何か言ってくるやつが出っ嫌いよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。ってな。飛びてえな。怪我治ったかな。シーサイド上に繁盛してるといいね。どうだか、うさんくさい儲け話に打ち切られて泣いてんじゃねえか。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。とあれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。だシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。
で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくっかな。ついてっていいか。もちろん。エアリスはいつも返事がいいな。はい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは？あっち。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。あ、俺のことか。船長よりお知らせです。これより海です。突然の高波にご注意ください。てか勘弁して。こいつは小型艇だ。大航海なんてのは無理だからな。そこんとこよろしく。手分けしてディオを探そう。了解。いいか、チャラチャラ遊ぶなよ。行く。クラウドさん、ちょっといいですか。古代種の神殿のことで皆さんに言ってないことがあるんです。実は嫌な伝説が残ってまして。なんだ。神殿に入って生きて帰ったものはいないとかなんとか。そんなとこに皆さんを連れてってええんやろか。気にするな、ただの伝説だ。それはそうなんやけど。まずはキーストーンだ。ディオを探そう。到着っぽ。よく聞け、バトルスペアのアルフレード。あ、クラウド。我らが聖地ワッフレード見て。これに、あの人なんかやらかしてミッドガル見づらくなるとこっちに来るんですわ。いい迷惑ですな。明日マッスルコロシアムでなんやイベントやるみたいですね。もしかしてディオいるかも。行ってみよう。バトルスクエアにて。なんやろ、様子が変やな。ん？いや、勇敢なる若者たちよ。元気そうで何よりだ。どうしたんだ？うん。いや、タークスってのは強いんだな。細いから侮ったよ。もう若ないんやから、少し控えんと。ところでディオハン、キーストーン知ってますよね。以前はあんたが持っていたはずだ。ん？俺たちはそのキーストーンの行方を知りたい。キーストーンは今も私が持っている。私、セトラの末裔なんです。キーストーンはセトラのものですよね。権利の主張か。そうか、なるほど。お嬢さん、あなたがセトラの末裔だというのなら喜んでキーストーンをお返ししましょう。ただし条件付きでね。マッスルコロシアムスペシャルイベント、ネーミングライツ争奪マッチ、ディオ軍団 VS コルネオファミリー。私の軍団が負けると、ここはコルネオランドになってしまうんだ。マッスル！
諸君、今日の天気に鍛えている。頼む超天井だ。受け取れ、かかってこいや。しかしこの通り、私はこの有様、もはやこれまでかと途方に暮れていたら、君たちが現れた。ザ・運命、すなわちディスティニー。どうかね、ディオ軍団としてコルネオファミリーと戦ってくれないか。私、やる。報酬はキーストーン。いいな。もちろん、約束だ。引き受けよう。契約成立だ。それでは、今宵は我がホテルでゆっくりと休んで英気を養ってくれたまえ。ほら、僕皆さんにお伝えしときます。バトルスクエアのスペシャルマッチに出場ですね。今夜はお休みになられますか。ご健闘を墓場の陰でお祈りしております。はい。エアリスは後で私がやるからね。了解。エアリスはよく寝るよな。その方がいいの。え、なんで。だってクラウドがまだ病気だから。ザックス、クラウドを早く治してお願い。俺だってそうしたいけど。あ、でもクラウドが病気だからエアリスは寝てた方がいいってどういうこと。起きたら
お姉ちゃん死んじゃうの。おごめんマリー、全然わかんない。誰にも言わない？お姉ちゃんはね、怖い人に殺されちゃうの。クラウドが助けようとするけど間に合わないの。もう少しなのに間に合わないの。お姉ちゃんは大好きなクラウドが来てくれてとっても嬉しいんだけど、でも死んじゃうの。だから早くクラウドの病気を治してお姉ちゃんを守ってもらわなくちゃ。マリー、その話は夢？じゃないよ。そっか、本当だよ。分かってるって、こんな世界だからな、何でも信じるよ。うん。でマリ、質問なんだけど、その怖い人って誰？どんな人？髪が長くて見てごらん、花が咲いてるよ。本当だ。エアリスはこの花が大好きなんだ。あの子、目を覚ますのかもね。うん、そうだといいな。あのさ、ちょっと出かけてくるよ。クラウドのこと相談しに行く。そんな人がいるのかい？お医者さんかい？まあそんなとこ。遅くなるんじゃないよ。あんたがいることが当たり前になってね。いないと不安になる。分かったよ、バイクで行くからすぐだ。じゃあエアリスとクラウドをよろしく。もし目が覚めてもどこへも行かせないで。どうだろうね、あの子を家に閉じ込めておくのは難しいよ。何が何でも引き止めて。うん。あなたに言われたことを考えた。あれからずっと考えていた。夢と希望、俺が生き延びた意味。そして分かった、やっぱり俺はアバランチだ。もう残り時間は少ない。今日の夕方決行、6番魔航路からできるだけ離れてくれ。会えてよかったリッグス。はあ、違うって、違うだろう。エルミナ大変だ。
寝てた？いや、枕の跡がついてる。うん、うん、寝てた。気分転換にお芝居でもどう？ラブレスやってるんだって。チケットあるんだけど。いいな。その後ゴンドラもどうかな。前回は乗りそびれたからな。うん、今度こそね。下へ参ります。いらっしゃいませ。どこまで行くとか。それでは始めましょう。ご利用ありがとう。特別公演ラブレス G エディション、まもなく開演となります。観劇予定のお客様は劇場までお越しください。感激のお客様ですか。最新の舞台技術を駆使して再現いたしました。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーナー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか。え、Eius Aleo.
嬉しい。綺麗だったね。ああ、世界一の女優だ。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様の自身が物語の主人公となり舞台が進行します。悪竜王に打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。先を急ごう。出せ！我が剣は復讐のためにある！アルフリード、助けに来たよ。ドゥーザ、どうしてここに？悪い予感がして、女神様のおぼし召しかな。慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。ドラゴンの方向におののくがよ。で美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私はしがない道家、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。
地獄の番犬の弱点、それは新鮮な骨でございます。噛み応えのある骨こそが力、新鮮な骨だけが地獄の番犬の鋭い牙を誘惑するただ一つの武器となるでしょう。ごちそうさま、おいらお腹いっぱいだ。さあ、ザレ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。剣舞、これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり翼を折られたアルフリード、されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して、ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか。この物語はラブレス愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛、勇者アルフリードよ、誠の愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び足を踏み出すのです。
翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。アルフリード、ありがとう。世界を救ってくれて本当に英雄みたいだった。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華か。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れるその時まで。ねえ見て、どうしても行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。もちろんここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。Could it be changed?
エアリス、最高だったね。私の友達だよって、みんなに自慢したくなっちゃう。ティファの歌も、いつか聴かせてくれ。え？本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。まだ、時間あるね。ゴンドラも乗っちゃう？本日の特別公演。ゴンドラは、ゴールドソーサーを巡る旅に出ます。窓枠で切り取られたきらびやかな景色、それはまるで二人きりの美術館。至福のひとときを存分にお楽しみください。ゴンドラをご利用ですね。ほら、クラウド、ゴンドラが来ちゃうよ。クラウド、乗って。ティファから。クラウド、ほら。回せばわかる。よっと。すごいね。チョコボの上はこんなものじゃない。今度私も出てみようかな。そうか、まだ好きなのかな。
エアリスがザックスのこと。そんなに単純な話じゃないと思うな。ねえ、クラウドとこんな風にしてるなんて不思議。そうか。いや、そうだな。子供の頃のことを考えても、この旅が始まってからのことを考えても、やっぱり不思議。こんなに近くにいる。そろそろ戻ろっか。ああ。